今週末はゆっくりできそうだから3人で出かけようか。行きたいところある？じゃあ映画、空と魔法の国っていうの学校で流行ってて。あ、でも夏雄さんが見たいの血風ですよね。なんなら別行動でも。何言うの美羽ちゃん、私もファンタジー大好きよ。3人で見ましょう。意外。どうして？2人ともこの3週間ですごく仲良くなったんだね。あ、僕出るね。はっ倒すぞこれ。こっちのマシン使ってみたいんですけど。おっと、はい、使い方お見せしますね。まずこのピンで重さを調整して左右のグリップを掴んでいただきましたら、ああ、敵の頭を挟んで潰すイメージで寄せます。出てけつってんだろ。牧村さん、ドッジボールは怪我をさせない程度に。やるかやられるかなんです。チーム交代。大きい顔してられんのも今のうちだ。もう手は打ってあるんだから。職場にさっきを持ち込むな藤本。させん、山崎さん尊敬しますよ。子連れとの結婚がこんなに大変とは。うちはまだ小さかったし両連れだし事情違うけどね。思春期娘と初婚女なんて一番ハードなやつでしょ。え、やっぱ母親なんていらない。パパに近づかないで。その通りだよ。なんでその人なんですか。婚活中ったってわざわざそんな男選ばなくてもさ。アズマ、しかも元ヤン隠して。触んな。親父に脅されて婚活してたけど唯一絶対にこの人がいいって思ったの。この気持ち受け入れてくれてるだけでも奇跡じゃんか。俺は気楽に暮らせる相手が一番だと思うけどな。生涯上等。根性ぐらいしか持ち合わせてねえんだ。こんなとこで引くもんか。じゃあ娘ちゃんとも信頼関係築いてくしかないよね。お互い敵視してるうちはどうにもならんよ。う、はい。新しく家族になるって簡単じゃないよ。子供のことだけじゃなくてね。え？今日安高さん遅いって言ってたな。二人だと食わねえんだよなあいつ。どこかお探しですか？May I help you? おお、どうもご親切に。日本語いける人だ。この住所なんですけれど、前に来た時と道が変わってしまったのね。あれ？ここって…おばあちゃん、いらっしゃい。Oh my sweet! おばあちゃん？駅まで迎えに行くのに。ミユに早く会いたかったの。じゃあ、安高さんの母上様？おばあちゃん、ほら、電話で話した夏雄さんだよ。あなたが新しくお嫁にいらっしゃる方だったのね。お目にかかれて嬉しいわ。うっ、粗相のないように。こちらこそ。安高も早く教えてくれたらよかったのに。この子に電話をもらうまで私知らなかったのよ。私まだ試用期間の身ではございますが、何卒よろしく。それでね、今度こそ安高のお嫁にふさわしい方かどうかちゃんと見ておきたいと思ったのよ。はい。夏雄さんってとっても家庭的で素敵な女性なの。ナイス。 So, you cook a dinner for me, won't you?